はいさい、今回はうるま市の離島の一つ市花利宮城島に来ています。そしてこれから向かうのは、宮城島でね、まあね、人気の絶景スポットの一つ、花風番田っていう場所があるんですよ。ヌチウナンス、ヌチマースのね、お塩を作っている工場がある、ヌチマースから見下ろせる、ヌチの浜に久々に行ってみたいと思います。まあ、僕はよくうなかちな浜って言うんですが、前回どのくらいかな、 2,3 ヶ月前ぐらいに確か来たような記憶があるんですが、その時は草木が結構伐採されてて行きやすかったんですが、あれからね、随分日も経って沖縄も暑くなってきたのでね、アダンもめちゃくちゃ伸びててちょっと鬱蒼としてるので、前回よりはちょこっとだけ苦戦しながら多分海岸に降りることになると思うんですが、それでもね、比較的まだ鬱蒼としてない感じがするので、まあ5分ぐらいでは今回うなかちな浜までね降りることができるんじゃないでしょうか。なのでね、一緒に冒険気分でもね、味わいながら行ってもらえるといいと思います。でですね、実はね、先ほど花風番田の方をね撮影してきたんですよ。でやっぱり今年の沖縄もう観光客がめちゃくちゃ多くて、まあもちろんゴールデンウィーク前から人は多かったんですが、ゴールデンウィーク終わってもまあね、基本この時期梅雨時期でね、沖縄があんまり晴れることがないんですが、今日はねめちゃくちゃ晴れててね、青空も広がってるので太陽も良くなるとね、ちょっと今わかんないけれど、まあ、こんだけね青空が広がってるんで、花風番田から見下ろす宇那勝那浜もめちゃくちゃ綺麗だったので、ね、間近まで降りたいなということでね、今降りてる感じです。まあね、そろそろ12時お昼を回ってくるんで、これだけ気温も上がってると、まあ春に遭遇する確率、ここだいぶ道幅が狭くなってる。なんかこんなに前から道幅が狭かったかなって思っちゃうぐらい、なんか雨で崩れたのかな。あれ、何話したっけ、なんか話したよね。気温がね上がってきてるんで、おそらくハブとかそういったね、エビ系には遭遇しなければいいななんて思っています。アダンの葉っぱがチクチクして痛いんですよね。まあ、ここもまた難所ですね。よいしょ。これね、見てる人はねあんまり普通に見てると思うんですが、僕ね中腰になってね降りてるんですよ。というのもアダンの葉っぱが結構ね、僕の目線はこれなんですよ。なので、ね、だいぶしゃがみ込んで今歩いてる感じです。まあ、前回みたいにね切られた後のタイミングでちょうど来れるんだったら、楽してすんなり降りれたりすると思うんですが、前日とかね雨が続いた翌日とか、こうやって草木が伸びてるタイミングで、まあね、訪れちゃった場合は本当に大変だと思います。で、倉庫を離してるうちにあともう少しですね、ヤドカリちゃん発見ですね。この白いヤドカリなんですが、多分僕の気配感じて隠れたかなと思ってるのか、まあ逃がしてあげましょうね。カニなんてね、海辺に行けばいくら、アダンの実がいっぱい落ちてますね。これ夜ヤシガニいるパターンだと思うんですが、こんな森の中をね夜来るともう絶対ハブにやられちゃいますよね。こうやってねアダンの実に、ね、ヤドカリちゃんたちが集まってるんですが、わかるかな、頂上映えって言うんですか、沖縄でこれシーベイとかね、バナナによく集まりそうな虫がねめちゃくちゃ高ってますね。発酵したちょっとねパイナップルとかちょっと数日経って発酵しましたよみたいな
そういう感じのフルーティーな匂いが漂ってますね。そしてもうここまで来たらおそらく最後ですね。はい、ここ以前ね、まあ、ここ通るときよく僕が話する場所なんですが、ロープをね信じて右のロープを引っ張った途端にね全体重乗っけたら、実は上のこれソテツに結ばれてるんですが、今ね僕がたまたま来た時はねあれが外れててね、お大ゴマダラの羽が落ちてますね。なくなりになってますね。そう引っ張った途端にね外れちゃってね、ここの岩に肘左腕をね強打してね1年間ぐらいもう痛かったんですよ。そんなこんな話をしていたら今回6分ですね。ちょっと生い茂ってたんで5分では来れなかったんですが、もうこっからのなんか本当に最高なんですよ。よいしょ、この最後にモンパの木のトンネルを抜けると見えてくるのが、はい、ムチノ浜です。中知の浜最高ですね。でちなみに、ね、花粉バンタから色々してますね。で花粉バンタの動画でも僕話したんですが、今日この中知の浜、ムチノ浜って言おうか、ムチノ浜今日ね誰も来てないと思うんですよ。というのもね足跡がないんで、こんな絶景を歩いて見れるのは生まれなことなんでね、貴重な映像になると思いますね。わあ、やっぱ青空がねこんだけ広がってると、この時期もう夏の海ですね。めっちゃ綺麗ですよね。でねここ本当に360度自然に囲まれていて、ね、岩と山して花粉バンタに人がいるっていう感じで、皆さんね上から羨ましがってると思うんですよね。だってね今日の沖縄は本当にこんだけ快晴、まあ遠くには若干雲があったりするんですが、それでもこんだけ沖縄が晴れるのは珍しいんで、撮影中にさっき裾濡らしちゃいましたよ。こういうね岩陰気持ちいいんですよね。トンネルになってて穴場ですよ本当に。気持ちいいね。おお、干潮時間帯に来ることができたらね、こう岸にも行けたりするんですが、今日はたまたま満潮の時間ですね。これ中潮のお昼は満潮、まあ満潮って言ってもね、大潮みたいにそこまで深くなる満潮ではないんですが、それでも干満で言えば満潮なんで、それなりに今日は深くてね一段と綺麗な海が映せたんじゃないでしょうか。まあね僕のこの動画を見て中知の浜降りてもらっても本当にいいんですが、まあね漂流物とかは結構ね人がやっぱりあんまり訪れない分、ね、片付けしてくれる人もいないんで、ゴミはね結構今見受けられるんですが、それでもバーベキュー跡とかないんで、マナーだけ守ってね沖縄の海を楽しんでもらいたいななんて思っています。というわけで今回はうるま市の離島の一つ、花風バンタ市マースの、ね、敷地内にある花風バンタ幸せ岬から見下ろせる、うちの浜こと宇田勝那浜から、沖縄の魅力をお届けしました。あとチャンネル登録まだしてないよってね人がもしいたら、まあ、1000人はねおかげさまで達成することができたんですが、別にね2000人3000人目指して何になるのかっていう、ね、感じなんですが、ただね僕のモチベーションも上がってね、よりいい映像が撮れると思うので、まだチャンネル登録してませんっていう人がいたら、
チャンネル登録してもらえると本当にありがたいです。というわけで今回は市花里宮城島の絶景が見えるね浜、ラカチナ浜から沖縄の魅力をお届けしました。最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまったね、バイバイ。